牛若の武将への道を一段と不動なものにしたのは金売吉次との出会いである。1174年16歳の時、牛若は吉次から世の流れと平家の動静を聞いて奥州の藤原秀衡を頼ることを決意。この年の2月、鞍馬山を出奔、途中飛鳥神宮で元服、九郎義経を名乗って陸奥に向かい、平泉に入って秀衡と対面する。よくぞ来られた九郎殿と一族が挙げたの歓迎を下知する秀衡。そこは義経のついぞ味わったことのない広々とした自由の天地。藤原一族の温かい情愛を感じつつ、道のこそ我が心の地との思いを強めさせた素晴らしい青春の日々であった。しかし自ら平家の動静を探ることも忘れていない。秀衡の許しを得て1175年17歳の時京都に潜入。翌年の6月には堀川通りで弁慶にも会っている。
れもね遠く去って